MLF のビームライン15番に設置されている中性子昇格広角散乱装置体感はサブナノからミクロンスケールを広く見渡してさまざまな物質の構造を解析するための装置です。体感は広く全体を見渡すことという意味の一般名詞であり、まさに本装置の特徴を表す言葉として装置名に選ばれました。また茨城県出身の日本画家である横山体感にもちなんでいます。体感では広いスケールの構造解析を実現するためにパルス中性子を試料に入社し、散乱された中性子を昇格から広角のさまざまな角度に配置された検出器によって測定します。体感の特徴は最先端の偏極周光中性子光学素子を利用することにより試料の磁気構造解析超昇格散乱測定ができることです。体感では従来の昇格散乱装置では一度に測定することができない幅広い空間スケールの測定を行うことができます。これはパルス中性子と超昇格、昇格、中核、広角および背面検出器というたくさんの検出器の組み合わせにより実現しています。中でも超昇格、昇格および中核検出器は真空散乱層の中に設置されており、それぞれの検出器へのパスを中性子吸収板で仕切ることで低バックグラウンドを実現しています。体感の特徴の一つは中性子発生源から試料位置までの間に多彩な光学機器が設置されていることです。例えば上流光学機器の組み合わせを変えることにより通常の中性子ビーム、偏極中性子および偏極かつ周光ビームを試料位置に提供することができるので幅広い研究分野の測定に適しています。体感では10個の試料をセットできる試料交換機、粘弾性装置、引っ張り試験機、蒸気吸着量測定装置、冷凍機、高温炉および超電導磁石を利用することができます。体感は幅広い研究分野で利用されています。例えば高分子、化粧品、洗剤などのソフトマター物質、薬剤、タンパク質などの生体物質、さらには金属材料、超電導、磁性体などの構造解析に利用されています。体感を用いることで広いスケールの構造解析が可能となります。また装置グループでは様々な試料環境装置の整備も行っております。ぜひ構造解析を行う一つのツールとして体感のご利用をご検討ください。もしご興味ございましたら装置スタッフにご相談ください。ご連絡をお待ちしております。